ジャック・バルビロー・ジャック・バルビローは、南ネーデルラント出身のルネサンス音楽の作曲家。同時代からだけでなく、キーゼ・ベッターやフェティスラの近代の研究家からも、フランドル学派の思考の作曲家と認められているが、溶接したため減損する作品数は数少ない。1960年代まで、幾分年長の作曲家バルバンガンと混同されてきた。当時の資料は、 綴りが一定でなかったり、作曲家の名を省いたりしたことから、このような混乱が起こりがちだったのである。バルビローはおそらくアントウェルペンの出身で、両親はどちらもアントウェルペン市民であった。1482年までに文学修士の学位を取得しているので、1470年代には大学に在籍していたようである。バルビローは1470年代に、 フェラーラで活躍した後ハイデルベルクに移った人文学者で音楽家のロドルフス・アグリーコラの門を叩きたがっていた。アグリーコラのバルビロー宛ての手紙がいくつか現存しており、そのうち一つによると、バルビローは1484年までにはすでに作曲家として活動していたが、この時点ではまだ作曲家としての名声は地元アントウェルペンから広がってはいなかったことが察せられる。 1484年にアントウェルペン大聖堂に聖火隊朝食を得て亡くなるまでその地位にあった。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世は明らかにバルビローに高い評価を与えており、バルビローが1490年にハンガリーのブダに赴いた際、王妃ベアトリクスもバルビローについて非常に好意的に語っている。疑いなく、 生涯最後の2ヶ月間に健康が衰えており、ハンガリーから帰国後にアントウェルペンで世を去った。アントウェルペン大聖堂の付属図書館は1556年に共信者によって破壊され、その際おそらくバルビロー作品があらかた失われてしまったかもしれない。とはいえ、数曲が残っているのだが、いずれも地域写本など外国の資料ばかりである。 ロバート・ウェグマンは2001年にニューグローブ音楽大辞典において大位法的な洗練の度合いや戦術的、火星的な素材の豊かさはハインリヒーザークやヤーコプ・オブレヒトのような作曲家に匹敵すると述べている。実際にバルビローの作曲様式はもう一人のフランドル学派の大家であるイザークの様式に密接に関連している。ミサ曲は2曲が現存しており、 一つは四世のミサ曲である。もう一つは五世のための作品だが、異例なことに、西部の分割が行われ、少なくとも十人の歌手が必要な部分がある。この作品では、テクスチュアの対比が甚だしく、ホモフォニックなパッセージと、ポリフォニックなパッセージ、急速に進む西部と、緩やかに進む西部とが交互に現れる。宗教曲ではこの他に、復活祭のための切り絵章や、 ソロモンの宮カに基づく4世の名高いモテット、オスキュレートルミーがある。このモテットは、低いテシトゥーラを多用していて、ヨハネスオケゲムの名残を感じさせる。バルビローの世俗曲のうち、3世のフラマン語歌曲、楽しい歌エーンベラリック・ベイズンは、ヨーロッパ全土でヒットし、スペインやイタリア、イングランドのような遠い土地でも編曲版が数多く出回った。イザークは、 この曲を低戦率にして、ミサ曲、楽しい歌ミサフロリック・ベイズンを作曲しており、バルビローの現存する3つの世俗歌曲はいずれも、イザークや、オブレヒトがパロディミサの作曲に利用した。ありがとうございます。